この動画ではリムーバブルバッテリーを搭載の HP ノートブックコンピュータでハードリセットまたは強制リセットを実行する手順を説明しますコンピュータのハードリセットまたは強制リセットを実行するとメモリがクリアされ BIOS とハードウェア間のソフトウェア接続が再確立され機能が回復する可能性がありますノートブックのリセットは次の場合に役立ちます Windows が反応を停止している ディスプレイに何も表示されなくなりそのままの状態が続いているコンピュータがスリープモードやサスペンドモードから復帰しないソフトウェアがフリーズしている場合ですまず電源ボタンを長押ししてノートブックの電源を切りますポートレプリケータまたはドッキングステーションからノートブックを取り外します ノートブックからすべての周辺機器を取り外します USB、ストレージデバイス、外付けディスプレイ、プリンタなどですノートブックから、AC アダプターを取り外しますバッテリーコンパートメントから、バッテリーを取り外します 電源ボタンを15秒間長押しして、メモリを保護しているコンデンサから残留電荷を放電しますバッテリーを再接続しますノートブックに AC アダプタを再接続しますこの時点では、USB、ストレージデバイス、外付けディスプレイ、プリンターなどの周辺機器は再接続しないでください 電源ボタンを押してノートブックの電源を入れます。スタートアップメニューが開いたら、矢印キーを使用して Windows を通常起動するを選択し、e n t e キーを押します。周辺機器を再接続した後、Windows アップデートと HP サポートアシスタントを実行してすべてのデバイスドライバーを更新します。